どうも、アイアシス 120% 男、ブス島です。同級生2実況プレイやっていきたいと思います。はい、ということで、三が日の最後の日ということで、1月3日、前回はね、安住さんと、たまんねえ、だったぜ。という感じでね、もう、やっておりましたけど、いや、よかったね。よかったよ。っていう感じです。ということで、早速やっていきましょう。今回、ようこスタートでございます。なんか、ガンダムヨーコスタートだったけど、これヨーコ完全落ちたな、この表情を見る限り。ということでね、確かにアキラが言ってた通り格好がすごい変だねこれ俺なんか見覚えあんだけどな。まあまあまあ、とりあえずいっか。ヨーコこれ完全フラグだったね。うん、あれれ、なんだよジロジロ見て。今日はお尻プリプリスカートじゃないんだな。たまには他の格好をしてみたくなったんだ。これは不器用だけど、ちょっと変だね、確かにね。これだけ。あれ、逃げるように行ってしまったということで、まあ、しょうがね。他の場所行ってみっか、これな。他の場所行くべ。はい、ということで、ヨーコを追いかけて、ヨーコの家に来てみたら、アキラがいましたね。おい、ブス島だ。ちゃんと閉まってんなしちゃったな。なんだ、アキラ、バイクでも買いに来たのか？こんな寒い時に誰がバイクなんて買うか。お前の格好も寒そうだけどな、これな。うん。確かにその服装じゃ冬のライディングは辛いだろうな。柔道着着てバイク乗ってるやつって見たこと、あ、でも剣道の袴履いて原付に乗ってるやつは見たことあるな。それよりブス島、陽子と久しぶりに話をしたんだ。そりゃ同じ町に住んでるんだから会うこともあるだろうさ。なんか違うんだよ、陽子の雰囲気が。服装のせいじゃないか。確かにあの格好は変だったな。服装も変わったけど、それよりもっと違う部分があるんだ。何、股間の形？いや、それは見てねえか分かんねえか。はあ？言葉で言うのが難しいんだけど、とにかく前のヨーコとは違ってたぜ。意味深だな。まあきっとあれだろうな。なんか主人公にほの字なんだろう。もうこれ完全ヨーコのやつ、身長でも伸びたかな。主人公わざと言ってんのか鈍感なのか分からねえけど、まあまあとりあえずいっか。まあいいやいいやちょっと他の場所行ってみっか、またな。はい、ということで今度公園に来たらまたヨーコでしたね。あれで、ヨーコじゃないか。なんかコンビニね、10時になったら行こうと思ってたから、なんか近くをうろうろしてましたね。まあまあまあ、いいでしょう。ててて。なんだよ。私ってさ、欲しいものがあると必ず手に入れたくなるんだ。はあ？手放したバイクだって必ず買い戻してみせるからね。ああ、いいことじゃん、それはね。うん。もちろん欲しいものは手放したバイクだけじゃないけど。意味深だね。なんか今のヨーコ迫力があったな。ヨーコいい女だけどな、俺的にはかなり好きなんだけどね。まあいいやいいや。当時考えるとあんまりヨーコ俺の周りでは人気なかったんだけど、結構好きですね私はね。うん、まあいいやいや、他の場所行こう。あ、コンビニ行くわ、コンビニ。はい、ということでコンビニ来ました。ということでひろこちゃんがバイトしてるコンビニだ、八十八学園の、といういつも通りです。何にもねえな。セブンマートのシェイクのポスターだけど、今冬だぜ。バカ野郎、冬に飲むのがうめえんだよ。こういうところとかもリアルだよな。 DPE の看板だな。ゆっくり仕上げ1枚8円、翌日仕上げ1枚10円と書いてある。昔こういうのあった。今でもね、今だと出力センターとかってね、とブス島たまに使うんだけどね。まあいいでしょう。なんか今ちょんちょんとあったけど、なんだった？何？まあいいやいいや、とりあえず中入ろう。お店の中に入ると、いいろこターン、ははは、いらっしゃいませ。俺が言ってどうすんだ。嫌だ。それは私のセリフです。すごく元気そうだね。私ですか？うん。ええ、ある人のおかげなんです。ほう。とりあえず見とくか。まあ、いつも通りですね、この辺はね。まあまあ、話していきましょう。最近コンビニによく来てくれますね。そりゃ、ひろこちゃんに会いんだよ。はは、買い物はしないけど。一人いると結構退屈なんです。てん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 。ねえ、ひろこちゃん。はい。前のひろこちゃんはそんなこと絶対に言わなかったよね。そうですか？うん、言わなかったよ。でも可愛いな、本当にな。まあいいいいいい。このコンビニっておでんがないのが不思議なんです。なんか話をはぐらされたような気がする。まあおでん、ああでもどこ、あの、まあ、今もあるかわかんない。最近行ってないかわかんないんだけどさ、ローソンでおでんのつゆを使ったうどんっていうのがあるんだよ。あったんだよね。今あるかわかんないんですよ。ちょっとわかんないけど。買ってないから最近。あれ結構好きでね、よく買ってましたね。おでんの出汁と酢の、これがめちゃくちゃ合うんだよな。これまたうまいんだ、これが。もうね、
お弁当のお供にみたいな感じでね、いい感じですよ。うんうんうん、まあいいでしょいいでしょ。俺がここにいると迷惑でしょ。いや、そんなことはありませんけど、そう言われると逆に居づらくなるな。帰ろうかな。てん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 、あ、寂しいんだろ、揉んでやろうか、とりあえず揉んでやろうか。でもな、こうコンビニにこう毎日会うことによってなんか好感度みたいなのが確か上がってくんじゃなかったかな。まあとりあえず、まあいっか、とりあえず他の場所行こう。はい、そうだな、ここにずっといても仕事の邪魔だし、まあとりあえずいろいろブラブラしてくっかね、これからな。ありがとうございました、また来てくださいということで、はい、また来ますよーと。人ってほんと何着ても似合うからね。うん、ありがとう坊や。うわ、言われて。同級生2。はあ、おお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 お、いきなり変な声を出してしもうた。はい、ということで安八駅です。桜子ちゃんじゃないか。ちょっと待て。あ、ということで、くそー、ちょ、そうだ、なんか思い出してきた。いや、思い出したけど俺は知らない。ちょっと今マジでびっくりした。人間驚くと声にならないですね。この野郎本当にくそ、チョココロネみたいな頭しやがって、この野郎は。もうてん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 だよ、ブス島くん。あれれ、どうして俺の名前。やだ、私よ。ほらほらほら、主人公混乱してんじゃん。桜子のこと忘れちゃったのね。あ、ふっつん。こうなるよね。もうオースメス無限マークアットマークうんうんみたいなね。桜子ちゃん、いや、もうこれもうやっぱりゆいメインヒロインだけど、うん、桜子ちゃん、あんたメインヒロイン。これね、やっぱりそうです、そうです、これ。いやー、母、彼女は死んだんだぜ。そう、桜子ちゃんは死んだんだ。ブス島くん、やっと会えた。てん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 。私、ブス島くんが安八学園の生徒だってことしか知らなかったから。てん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 。本当は始業式が始まってから校門のところで待ってようかと思ったんだけど、てん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 、西園寺来るぞ西園寺。そんなことやってたら、八十八市立病院の看護婦さんから木から落ちた人がいるって聞いて、てん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 、もしかしてブス島くんじゃないかと思ったの。てん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 、最初はブス島くんのこと諦めようとしたけど、てん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 、だってブス島くん他に女の子がいっぱいいそうだし。いやー、まあね。まあそこは突っ込むな。まあ突っ込むのは俺なんだけど、うん、てん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 、でも看護婦さんの話を聞いて我慢できなくなって、てん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 、どうしてもブス島くんに会いたくて、てん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 、ここにいればブス島くんに会えるかもしれないから、てん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 、大学病院の帰りにここでしばらく待ってみることにしたの。ラッキー。こういう話だったっけ。俺もうあの時本当にマジで死んだと思ってたんだけど、ちょっとね、忘れてる部分もあるからさ、あれなんだけど、うん、ちょっと今回はガチで忘れてた。これブス島くん、てん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 、ブス島くんってば、そりゃ25年前の話だからね、もうね、俺もね、忘れますよ。そりゃね、バター、でもこれ、印象ってもう忘れねえな、これ。いや、大変だ、誰かが倒れたぞ。本当だ、顔が真っ青だ。そりゃ、なるわ。あ、俺、こいつ知ってる。誰だ？こいつ、八十八学園のブス島だぜ、有名人だな。いや、八十八学園のブス島？か、関わり合いになるのよ、そう、通行人 B。どうせまた変なことしてるに決まっている。横に可愛い女子いるからきっといやらしいことをしようとして殴られたんだよ。ひどいな。ち、アホらしい。行こうぜみんな。ひどいな。はっ。よかった。気がついたのね。幽霊だーってなるよね。どこ？桜子ちゃんの幽霊だ。私の幽霊。へへ。筋豆は幽霊でもちゃんとできりゃ問題ないですぜ。とりあえず。身体チェックだ。幽霊だったら触れねえからよ。幽霊だ。そんなわけあるかい。ちょっとお話ししてみようかね。何万ダブ何万ダブ。やめて。私は幽霊なんかじゃないわ。てん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 。足はちゃんとあるでしょ。どれどれ、この気さく目が見てあげますよ。てん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 。ねえ、ブス島くん、何があったの？
うん、幽霊だ。どうして私が幽霊なの？幽霊が喋ってる。ぎゅ、幽霊に手を握られた。わあ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 わわ、そんなことはないよ。大丈夫だ。冷たい？てんてんてん、暖かいな。30日の夜のこと覚えてる？てん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 、あの時の手の感触と違う？同じのような気がする。でしょう。同じって答えてやるよ主人公。ブス島くん、どうして私のことを幽霊だなんて言うの？てん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 、本当に幽霊じゃないの？当たり前よ。本当の本当に？まあ一体何があったのかしら。もうこれもうやっぱりゆいメインヒロインだけど、うん、桜子ちゃん、あんたメインヒロイン。同級生2。ブス島くん説明して。桜子ちゃんがいないことを知らずに俺は木に登って、はい、木から落ちましたよ。看護婦がもうほらやっぱりね95年だ看護婦なんです。今だったら看護師なんですけどね。まあここら辺はね当時の表現そのまま使って特に変な意味はございませんのでその辺はご了承ください。当時の作風をそのまま伝えたい、それがブス島のチャンネルでございます。ただねやべえセリフは隠します。はいしょうがないね。病室で話をしているのを聞いたんだ。確かに桜子ちゃんは死んだって言ってた。わ私が？そうだもん、検査の結果が良好なのに急に死んでしまったって。検査の結果が良好なのにどうして死なないといけないの？確かに、まあでも突然死ってあるからな。確かにな、そりゃそうだけど、俺もよこの年になるとよ突然死したやつの話とか結構聞くしさ、なんだろう、本当に2日3日前にさ会ってたやつがいきなりね亡くなったなんていう連絡もありましたからね。実際ね、そういうの、結構ショックはショックっすね。そういうのはやっぱりね、いや、え、3日前まで会ってたじゃんみたいな、そんな感じだったよ。まあね、そういうのはありましたけど、まあ連絡いただいただけありがたかったですけどね、当時考えると。とりあえずおっぱい見ようぜ。幽霊じゃない、おっぱいはいいや。とりあえず私大学病院に通院すればいいことになった。あ、それは良好じゃないですか。なんかでもあれだな、この格好を見るとなんか大正ロマンを思い出しますな。こういうのな、なんとか大戦とかね。いつからだよ。1月1日に退院して2日にその大学病院で検査を受けて、1月1日死んだって聞いた日だ。もしかしてターボのことじゃないかしら。ターボって病室で飼ってた小鳥？そう、私が飼ってた小鳥のこと。あの小鳥の伏線がそれかい。そのターボがどうしたんだよ。死んじゃったの、検査が終わった31日の夜に。はあ？悲しくてあの日の夜は眠れなかった。わかるぞ、どんなもんでも一緒にいた生き物が死ぬと本当悲しいからな。わかる、それは。てん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 、何が悲しいだ、頼むぜおい。え、お、俺のあの涙一体何だったんだ。まあここで主人公怒るのは違うぞ。これは涙って、ブス島くん泣いたの？う、言ったやつじゃねえぞ今のは。泣いたやつだからな、私が死んだと思ったから。泣いてなんかいない、強がってるね。ごめんね。てん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 、もうほんと人騒がせだな。もうごめんね、ブス島くん。てん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 、ブス島くんがそこまで私のことを心配してくれるなんて知らなかった。ひどいや。だってお母さんにブス島くんのことを話したらお母さんブス島くんのことを知っててろくでもねえやつだと思われたんだろうな。てん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 、お母さんの顔がいきなり青くなっててどうしてもう妊娠してる可能性あるからな。ブス島くんってそのなんていうのかしら、はっきり言っていいよ、優し学園ですごいことばかりしている男の子で、あの同級生の女の子と同棲しているって言われたから。まあ同棲ってわけでは、まあ同棲になるのかな、ちょっと違うけど。違うね。うん、それ聞いたのいつ？28日の午前中。それで30日俺を誘ったの？てん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 、だって私あのままお別れするの嫌だったんだもの。はあ、もういいや。同棲してないの？してないよ。本当に？くどいな。本当の本当に？してないってば。もうあんまりしつこく聞かれて腹立つからな、確かにな。てん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 、なんだ泣いて損しちゃった。それは俺のセリフだよ。もう本当にね、よく見ると入院していた時よりも顔色がいいもんな。死んで顔色が良くなるなんて考えてみたらおかしな話だ。まあ確かにな。まあ血の気が引くからな。ごめんね、何も言わないで退院して。あ、これはね許しますよ、許します。もういいよ。
で俺の倉庫や環境も問題があったみたいだし、うん、物島くん本人に聞けなかったら私がいけないの。でもよかったね。え、退院できてさ、ありがとう。まあよかったよ。でも本当それは、ということは今大学病院の帰りなんだ。うん、そういえばこんな長く話をしていて疲れないの？以前よりはいいけど、まだ完全に治ったわけじゃないから。わかった、家まで送ってくよ。心配しないで、お母さんがここに迎えに来てくれるから。お母さんが来る時間までまだ1時間くらいあるの。そう、てんてんてん1時間くらいあるのよ。あれでもしかして俺を誘ってるのかな。分かってやれよ、それくらいよ。まだ1時間あるのよ。そういえば俺との約束覚えてる？付き合ってやりなさい、それくらい。約束？ほら、病院を退院したら俺とデートするって約束。もちろん覚えてる。これからデートしようよ。でも1時間しかないし。どっちなんだよ、もう。ブス島くん、もう。へえ、私ね、今年から八十八学園に通いそうなの。おうおうおお、そうか。もう人気者なんぜ。もうこっちは卒業しちゃうけどよ。よかったじゃないか、俺は卒業しちゃうけど。ちょっと学校を見てみたいな。わかった、八十八学園を案内するよ。本当？今日再会記念日だからな、桜子ちゃんの言うことだと何でも聞いちゃうぜ。よし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 、嬉しいということでね。よし、じゃあ八十八学園行ってやろうじゃねえか。 OK だ。よし、八十八学園に行こう。なんかドキドキしてきちゃった。あ、これもブス島のおかげだよ。おお、自宅に戻ったらこれだけですか。同級生2、特にイベントとかはないと思うんだけどね。あ、桜子ちゃんのこれも可愛いな。ふっ、やっと着いた。うわ、3年ぶりよ、ここへ来たの。桜子ちゃん、八十八学園に来たことあるんだっけ？うん、願書を出しに来た時と試験を受けに来た時だけ。あ、そうか。あ、ともみじゃん。あ、げ。こんにちは、ブス島くん。はは、こんにちは。あ、もうあれだね、もうなんか対面だけは分かってんな、怒った顔しないで。でもやっぱりキャラクター1体しか出ないっていうのはあれだね、16色の制限だよね。やっぱりしょうがないね、パレット入れ替えてやるんだけどさ。まあまあまあ、ブス島くん、お友達？ああ、かわいいよね。そう、八十八学園の制服って、うわ、意地悪。なんか女って怖いな、ほんと怖い。女はね、あの、男っていうのはどっちかっていうと戦車とか航空機みたいにドンパチドンパチやるのよな。女性っていうのはよ、水面下で動く潜水艦みたいなもんだからよ、怖えんだよ。もう水面下でこうやり合ってるイメージがあってさ、気がついたらもうあれ SMBL みたいにさ、バッバーンとか来てさ、いきなり攻撃されたりするからね。もう核搭載までできちゃうからな、 SMBL はな。うん、いや怖い。あ、 SMBL ってのは潜水艦に搭載するあのミサイルのことね。ミサイルだな。うんうん、そう怖いんだよ。撃ったらすぐまた潜ってどっか行っちまうからよ。あれわかんねえんだよ、予測できねえしな。いや怖い。下手したら本当に核搭載できるからな、恐ろしいよな。そう考えると、まあ女の人は怒らせないに限ります、マジで。うん、ねえ中に入りましょうよ。うん、あ、ここは覚えてる。どこを案内すればいいのかな。やっぱり校舎の中がいいな。よし、わかった。でも部外者は学校に入れていいのかこれ。まずここが1階にある保健室だな。具合が悪くなった時はここに来ればいいのね。なんか言ってることがネガティブだな。ブス島くん、次行きましょう。ここは八十八学園の職員室だぜ。ブス島くん、八十八学園の先生ってどんな人？一人すっごい美人の先生がいるよ。へえ、あの変なね、バカがいる。天道っていうとんでもないやつもいるけどね。うんうんうん、疲れた？平気。ちょっと顔色悪いな。宇津島くん、八十八学園は屋上があるの？あるよ、プール付きのゴージャスな屋上が。あ、そういえば屋上とほとんど行ってねえな。屋上に行って少し風に当たりたいなと。よし、じゃあ今度は屋上に行こう。おー、絵になるね。すごいわ、綺麗な屋上。俺が威張ることじゃないけど、とりあえず、えっへん。っていうか、この背景もすんげえ色数低く描いてんだろうな。すげえな。ブス島くん、景色を見てみたいな。この屋上からは八十八町を一望に見下ろせるぜ。おお、
おお、いい絵じゃねえかよ。うわあ、風が気持ちいいということで。なんだよ、結構いい景色でしょ。うん、おお、ちょっとこれちょっと長くなっちゃうけど、おっぱいですね。うん、やっぱり小さいかな、やっぱり気になるよね。うん、毎度おなじみ屋上にあるフェンスだよ。じゃなくてフェンスだぜ。っていうな、うん、ほら八沢地域あんな小さく見える。ほんとだ、ずっと同じ景色しか見れなかったからすごく新鮮な感じがするわ。あー、やっぱり俺はこっちの景色が見たい、突起物が見たいですね。風に押され小さくなってるとかないないない、それはない。てん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 、どうしたの。うん、また会えてよかったなって。木から落ちた男の話を聞かなくても八沢地域で俺のことを探してたかな。っていうかさ、絵がマジ綺麗すげえな。やっぱり当時のエルフのこのあれだね、グラフィックの技術ほんとすげえなこれ。いや今見ても綺麗だもんな、涙出てくるぐらい綺麗。てん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 、諦めようとしてたから多分探さなかったと思う。ふーん、そうなんだ。もういいいいいいよ。うん、木から落ちた甲斐があったのは。そうなんだよね、ちょっとしたことで偶然っていうのはつながるからね。え、だって木から落ちなかったら俺たちはこうしてここにいないだろ。そう考えるとなんか不思議、どれか一つ欠けてても私たちはここにいないんですもん。そうなんだよ、俺もね実況始めてねそう思うよ。俺は正直な話言って5年くらい前から始めたかったっていうのはあったんだけど、いろいろ理由があってできなかったんですよ。だけども俺はね今年3周年っていうか3年目を迎えて2周年やってます。始めた時期がこうあって、なおかつある方に紹介してもらって、まあその自分の実況を紹介してもらって、それで今のつながりがあるんですよ、基盤となってるもの。もしこれが2年じゃなくて来年始めてるとか今年始めてたっていうことになったら、多分今のこれはなかったんですよね。本当にもしだよ、もし俺が去年始めてたとしたら多分まだ同級生2っていうのはやってないはずなんですよ。だけどもたまたまその同級生2とかそのエルフさんの遺作だとかね、奇作、まあ他の作品もいろいろやってますよ。 S の方程式とかもいろんなもんやってます。最近なんかバムシミュレーターなんかもやってるけど、それをやってたから今リスナーさんとこうね視聴者さんが見てくれて、どういう風に引っ掛けたかわからないけど、たまたまおすすめ出たのかもしれないし、その過去作、あ、同級生って誰か実況してねえかなとか、そういうのを調べてくれて、たまたま俺に当たって、それ気に入っていただいて、こうねチャンネル見てもらって登録してもらってっていうのが今のつながりなんですよ。だから本当に偶然が偶然をこうね皆さんこう呼び寄せてるっていう、今のこのねブス島のこのチャンネルはできてるわけですから、これ一つでも欠けたらおそらく今ないねこの状況は。うん、そう考えるとさ本当不思議なもんだよな。うん、まあちょっとねちょっとそう思っちゃいましたよ。本当そう思うわそれ。うん、あー、なんかちょっといい話しちゃった俺今いい話しちまったな俺よこのままずっといたいな。あー、でもこれずっといるわけにもいかないだろう。これどうすんだこれ、もう時間がないぞ、もう時間がないぞとか、これどうしようか。うん、ちょっともう時間が、あー、ここはまあまあこっちだな。ダメだよ、お母さんが迎えてくるだろ。てん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 、いけない、お母さんのことすっかり忘れてた。なんかもう1時間以上経ってるような。まあしょうがねえな、お母さん怒ってるわね。よし、急いで八十八駅に戻ろう。てん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 、あれで早く行こうよ、次はいつ会えるかな。俺はいつでもいいよ、サゴロクちゃんさえ良ければ私だっていつでもいい。おいおいおい、お前らよこの野郎、青春してやがんな。こんな出会いしたやついるのかな。実際死んだと思ってさ、実は生きててまた偶然会ってみたいな、そういうのでも世界中探せばいるだろうけど、国内でいるかなこういうのってね。でも俺ね、こういうね恋愛シミュレーションとかね、こう作ってる方とか実際話したことあるんですけど、自分がやってみたかったこととか願望を詰め込んでるらしいね、やっぱりねそういうのは聞いたことあるわ俺まあこの作品かどうかはわからないけどね、うん、そういうのは聞いたことありますよ。うん、じゃあ明日は4日は病院に行かないと。じゃあその次は日曜日は親戚の人が来るから家にいなさいって言われてるの。どこがいつでもいいんだよ、わかる。何食べたい、何でもいい、ラーメン、ラーメンって気分じゃない、
ファックって感じになるもんな。それと一緒だな、うん、そういう心情なんかうまくやっぱりできるよなこのゲームな。6日だったら平気。6日っていうと冬休み最後の日だな。6日じゃブス島くんの方がダメよね。わかった、じゃあ6日にしよう。6日の午後1時に八十八駅で待ってるから。うん、よし今度こそ八十八駅に戻ろう。おー、戻っちゃいますねこれね。あー、かわいいなやっぱこれ。頭になんか紅白餅みたいなついてるけどアイコン。ブス島くん、学校案内してくれてありがとう。こちらこそ一緒にいられて楽しかったよ。約束忘れないでね。あ、6日の午後1時ここで待ってるから。桜子ちゃん、あー、お母さんにもちゃん付けなのね。あ、お母さんだ、お母さんすぐ出るからドキ。ブス島くん、じゃあ、うん、あ、お母さんは出ませんね、てん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 と。はあ、はい、ということで奇跡的な出会い、桜子ちゃんということでね。まあまあまあ、なんか安住さんの時もここで別れたような気がするけど、まあ今回もここまでにしとこうかな、とりあえずね。うん、とりあえずね。なんかパース的にこの映画でやたらでかく見えるのは俺だけでしょうか、こっちが小さいのかな。まあまあまあ、どっちでもいいや。はい、ということで今回はこんな感じで終わりにしたいかと思います。いや感動的だったね。うん、よかったよかった。うん、それでは最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼いたします。ブス島でした。ではでは、こういうブス島見せんなら見せて、ご視聴ありがとうございました。続きの見たい方はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。常識では考えられない発言、コンストラクションブス島、あなたが体験するのは明日かもしれない。